こんにちは、ザワチャンネルです。いやー、まもなく今週末いよいよ始まります、第67回全国高校駅伝。いやー、ほんとね、クリスマスをでね、しっかりとこちら盛り上げてくれるんじゃないか。まあほんとね、もうすごい世代なんでね、昨年もすごいモンスタージェネレーションズって言っちゃってましたけど、今年もやはり、はい、ネクストジェネレーションズ、とんでもない勢い持ってますんでね、この都大路を舞台に彼らがどのようなパフォーマンスを見せてくれるのか、そして僕たちに感動を与えてくれるのか、ほんとね、大いにね、盛り上がって、もう楽しんで仕方がないんですけれども、まあ当日は僕もね、家を出まして、さらに、道の駅があるんですけれども、そちらのパブリックビューイングにお邪魔してですね、セラの皆さん、そして駅伝ファンの皆さんとこうね、しっかりと、観戦楽しみたいなと思っておりますが、今日はやはり、第67回全国高校駅伝都大路のね、見どころをですね、しっかりとちょっと今日紹介したいなと思っております。まあなんといっても、まあタイム的で見ればですよ、やはりこの前のね、はい、日体大記録会でしっかりとタイムを上げてきた佐久長聖高校、こちら侮れませんよね。まあ県予選のロードもしっかりとタイム出してますし、まあ本当、平均タイムが上位7人のね、5000メートル14分12秒ですか、これは脅威。そして13分台が2人をいるというところですね。これ脅威だなというところですよね。でもまあトラックのね、レースではありませんからね、やはり都大路という舞台の駅伝大会なんで、まあそれに待ったをかけるのはおそらく倉敷高校なんじゃないかなと。いや本当怖いですよ、倉敷高校ね。まあこの 3000m 障害インターハイリレーブチャンピオンのね、真浦選手を中心にね、昨年ね、やっぱり経験した選手がこぞって残ってるっていうのはやっぱ強みですよね。当然あの県予選のね、タイムがもうあの全国のトップタイムが来てるんで、この倉敷高校も外せないなと。まあ、昨年九州学院にね、競り負けた、まあ、リベンジもありますんでね。はい。こちらも優勝候補の筆頭に挙げられてもおかしくないんじゃないかなと思っております。そしてやはり、広島県世羅高校。いや、ほんとね、今年ね、面白いですよ。まあ、昨年、最強の7人を揃えた最強世代。ね、神の領域と言われたあの、仙台育英が打ち立って高校記録更新しました。しかし、今年、まあ、3連覇がかかって大変だとは思うんですけれどもね。はい。プレッシャーも選手たちに当然かかってると思いますけれども、ほんとね、今回まあ物件予選見に行ったんですけれども、これは面白いメンバー揃ってるなと。いや、これね、ほんと噛み合えばね、いけるんじゃないっていうようなね、ほんと、この潜在能力ですよね。あ、これだけの成績残してるから勝てるだろうじゃないですよ。この子らやってくれるんじゃないっていうね、この伸びしろパワーでね、はい、しっかりと世羅高校頑張ってほしいなと思いますね。ほんとね、今年ね、世羅高校ね、面白いですよ。はい。で、まあ、あと、僕が本当気になっ、ちょっと気になってるのは、あの、大分東明高校。これね、これまだね、面白いですよ。なんかな、あの、茂木選手っていうのがね、いるんですけれども、その選手に結構インターハイからちょっと注目してて、はい。で、まあ、県予選でもね、あの、地区予選でもしっかりとタイム、大分東明高校全体で持ってきてるんでね、本当この、全員駅伝っていうんですか。そういったね、ことをちゃんと実践できてるんですよね。ただ、そのずば抜けた選手がいるから強いわけじゃない。もう全員でもうしっかりとこれ、駅伝力で勝ってきてる。で、今年、多分県予選あれ、県の予選のね、記録更新してるんで、いや、これね、面白いなっていうね、高校だなと。まあ、あと挙げるとすれば、そうですね、まあ山梨学院。まあこちらも、飯島選手をね、筆頭にね、しっかりと総合力磨いてると思いますんでね、まあこの5校がね、やっぱりね、盛り上げてくれるんじゃないかなと。はい。まあね、正確な、今からね、しっかりと区間順位予想をしていきたいとは思いますけれどもね。まあ、この、5校にはしっかり皆さんも注目していただきたいなと思っております。ゾウチャンネルでした。